匠匠は愛知県出身のイラストレーター、墨絵アーティストである。学生時代、デザイン、絵画の分野において墨による表現に出会い興味を惹かれ始めるが、アーティストとしての活動については前向きな気持ちではなかった。その後に愛、地球博記念公園で開催されたライブペイントの大会において準優勝を勝ち取り描く楽しさを再び認識する。 過去周囲から止められていたが、現在は、プロとして活躍しているイラストレーターたちとの出会いを、きっかけに、墨絵アーティストとしての活動が始まった。墨の表現、墨絵にインスパイアされた作品を描く。アナログはもちろん、デジタルにおいても墨の表現を意識した作風を、追求。作品名、あやかしあやかし幼少期より絵を描くことが好きであり、数々の絵画コンクールで入賞。 その後、デザイン、絵画の分野において、墨による表現と出会い次第に惹かれていく。愛知造形デザイン専門学校中退。在学時は、アーティストとしての活動について前向きな気持ちではなかったが、2013年愛、地球博記念公演で開催された、ライブペイントの学生大会において、準優勝。それをきっかけに絵を描くことの楽しさを再認識する。その後、 かつて周囲から不可能と言われ続けていたが、今は、プロとして活躍するイラストレーターたちとの出会いが、きっかけとなり、アーティストとしての活動を本格的に再開するに至る。しかし、その胸を両親に伝えるが反対され対立。感動で然で家を出た後、住み込みで働きながら、活動を続ける。住み込みで働きながら様々な経験を経て3年後の2016年、イラストレーター。 スミエアアーティストとして完全に独立。この際、独立を機に親元を訪ね親子の縁は修復。以後は活動を応援してもらえるようになる。同年開催された LAB7 及び G ショック、勝手に広告展コンテストにてそれぞれ優勝、ファイナリスト入りという成績を収め注目を集める。この頃から SNS を本格的に利用し始めさらに幅広いサポーター。 イラストレーター、ファンとの交友関係が生まれたことによって、今まで触れてこなかった、様々なジャンルに挑戦する機会を得る。2018年、モッコミリアン T シャツコンテスト最優秀賞、大大阪が在祭ライブペイント優勝と、再びコンテストで優勝を繰り返し、メディアにも出演し始める。続く2019年平成最後の日、平安神宮にて大規模ライブペイントを開催。 令和元年、祭りナイン、武道館、ライブ舞台背景イラスト担当。2020年、アパレルブランド、アウンをオー,オープン、同年 T タクチューを滝沢達也に認められ、同社に所属が決定。4月には、銀座で、第3回となる古典を控える。墨の表現、墨絵にインスパイアされた作品を描く。アナログはもちろん、デジタルにおいても墨の表現を意識した作風を、追求。 精密に躍動感のあるタッチで描かれる作品は、現代社会における不自由さや束縛への感情、欲、解放感をメッセージとしたテーマがベースに存在する。ありがとうございます。